さあ始まりました、ホテル飯動画編。とことこい TV スタートです。さあ本日はですね、ホテル飯動画となるんですけれども、このホテルに来る前に、食事をするお仕事がありまして、お腹が今何分目ですか？23分目です。私が21分目ということで、お腹いっぱいなので、ちょっとおビールと、私はデザート、はい、あなたは？私はチャムギと、アイコスで、今日ホテル飯動画にしたいんですけれども、はい、今日ホテル飯動画と言いつつも、メインは本当ちょうど1ヶ月前ぐらいに言いました。私が iPhone ケースを買い間違えまして。ありましたね、そんなことも。もう使わないからこれどうしようかと言って、思いつきで視聴者プレゼントにしようといういたしまして、でも条件といたしましてね、応募 iPhone ケースを欲しい人、我々がデザインした iPhone ケースを欲しい人は、名前とかその住所を教えてくださいと言いました。送らなきゃいけないからね。そして最も重要なのは着払いでございます。そうです、そこをね飲んでいて、でも12万人いますから、まあね、結構半端じゃない数、大変だったと思います。椎木さん、何人ぐらいの変なとこで開けて乾杯。うえ、まあね、まあ気長に行こうよ。さあということでね、気になる応募総数でございますが、これ大変だったと思います。ありがとうね、椎木さん。応募総数、11名。フォロワー買ってる？登録者数買ってる？疑惑は生まれました。疑惑生まれたよね、完全に。12万人でしたっけ？はい、いて、応募総数11名。ねえ、どういうこと？iPhone ケースかね、あのか一緒じゃないか、もしかしたら応募しないのかな。こういうのって相場、サイン入ってたりとか、それか嬉しくて、世界で一つだけの iPhone ケースになりますか、別にその自分の最悪さは別に合ってなくてもさ、なんなら Android 使ってるとかでも欲しいもんじゃない、だから登録者あんま俺らに興味ないらしい。好きじゃないんだ、あんま惰性でおっしゃったみたい。申し訳ない申し訳ないでも嬉しいね、11人来たんだね。ゼロよりかはね、それは。いや、それはそうですよ。ということで、今11名の名前の書いた紙をこちらに入れておりまして、大抽選会4つ折りしてしっかり、まあ、皆さんにね、そのニックネームを教えてくださいってことね、聞きましたので、これちなみに私があのプロデュースして作った巾着です。でも視聴者は興味なしということでございます。はい、じゃあどうしたらいいですか、早速。まあ、1人しか当てられないからね。そうなんだよね。となるとどっちが引く、それは椎木さんか。私が持っとくから椎木さんに引いてもらおうか。まあね、これ何名かいるんだと、まだしもね、しょうがないね、これ。まあじゃあこれ引き伸ばしてもしょうがないから引いて。それか、引いて何、引いてもうどういったデザインのものを書くかとか言えばいいんじゃない。でもさ、正直さ、引いてさ、もうプレゼントする人が決まったらさ、その人しか興味なくね、正直。もう当たんなかったら興味ない。でもだってこれ11回再生でしょ、そもそも。だってもう11人しか、悔しい、1人1回見ればもう。なんで11回再生なのかしょうがないよ。俺らもバズりたい、もっと YouTube で。だからもしそれか、まあ言葉決まったら教えて、ゆっくりでいいよ。なんていうの、副賞、あなたが引いて副賞、私が引いてその iPhone ケースにする。私が引いた人は副賞ってこと？なんか何をあげればいいの？急に言われて。あなたもなんか買い間違えたものないの最近？いいよ、なかなか。あ、一回試着した水着とかで。ダメダメダメ。よりなんか怖くなっちゃう。サイズ間違えちゃったんで。なんかない。副賞ない？ちょっと見てきてもいいの？いや、あ、すいません、ね。なければないでもこの iPhone ケース一択でいきます。ロキソニンかな。ロキソニンは怖いな。香水も買ったばかりだから嫌だし。じゃないね、もう iPhone ケース一択で。あげれない、ごめん。そうだね、じゃあ iPhone ケース一択、私が引くか。そうだね、もうだすぐ終わっちゃうんだよこれ。うん、しょうがない、でもそういった動画でしょ。あ、そうだね。そうホテル飯も食べてる。見てる側からしたらこういうとこ長いのめっちゃイラつくんだよ多分。だから見ねえよ誰も。11回再生だから。そんな気に、じゃあ行きましょう、もう早速。はい、いやちゃんと11名名前書いて入れましたからね、はい、こちらと思って戻す。わ、離れてそう、今の段階で人が分かってたとやんない方がいいよ。確かに。いや、もう決めた。はい、この人、じゃじゃん、いきましょう。はい、はい、ある11名の中から iPhone ケース世間知らず iPhone ケースを引き当てたのは、
こちらの方です。ででん、お、発表します。今回世間知らず iPhone ケースサイン入りデコレーショングッズを当てたのはデコレーションするこの方、あさみんさんです。おめでとうございます。さあ、あさみんさんに当たりました。あさみんさんという方は、はい、私の高校の同級生ではないですか。マジかよ。あさみんって名前の子いましたけど多分違うと思う。さすがに私のことは知らない。あさみんさんでございます。はい、さあ、あさみんさん、私の方からですね DM を送らせていただきますので住所と聞くことになります。だもしこのあさみんさんがいたずら系ただのちょっかい系だったらまた後日仕切り直しやりますから、はい そうですね、その際また楽しみにしてください。ということで、まあ、とりあえずあさみんさんでございます。あさみんさんに本日来ていただいております。え、あさみんさんに来ていただいております。はい、ちょっと呼んできていただけますか。あさみんさんお願いします。あさみんさん、あさみんさんです。おめでとうございます。苦しゅうない。すごい嫌なタイプの人だ。苦しゅうない、苦しゅうない。私こういうのすんごい嫌いだったのでもうちの旦那が送れ送れ言うから送ったのよ。嫌いで送んないでよ。旦那がさ、旦那さんが私たちのこと好き。そうなの。あ、本当ですか。ありがたいですね。あ、でもまあ嬉しいわ。あ、本当ですか。うん、よかったです。じゃあ、あさみんさんに我々のこういろいろなんかデコったアイコンケース。なんちゃって、私アサミンじゃないです。え、誰ですか。ビリビリ、シーキユータでした。おっと、くっせえと思ったんだ。本当のアサミンさん呼んできて、あんたが。あ、違うアサミンさん呼んでくれ。すいませんね。アサミンさん、ちょっとこっち来てください。いった。どんな方なんでしょうか。私はもちろんお会いしたことがあるのかな、ないと思いますけれども。アサミンさんということでございまして。すいません。さっきお待たせいたしました。そこで左バッターの練習してたもん。入ってないよ。座らないと。すいません。お待たせしました。あそこで左バッターの練習してたもんですからね。うん。あ、え、おいくつなんですか？あ、今ですか？うん、42です。若いですね、なんか。あ、そうですか？感性が。まあ、走ってんで毎日筋トレしてて、もう左バッターの練習してですよ。これ靴べらですよね。あ、靴べらに見える、これ、鉄バットですね。いや、短っ。鉄バットです。公式戦いけないです。そうですよ、女子ってこのぐらいなんですよ。女子そんなことないと思う。いいよもう、あさみんさんボケツ長いよ。おじゃる丸どこが難しいって。あさみんさんおめでとうございます。おめでとうございます。じゃあデザインはね、まあ、後日撮れたら撮ってここに貼り付けるかもしれませんし、あさみんさんの元に行くまではわからないデザインになるかもしれませんので、ちょっとじゃあデザインとかはあなたの方にお任せしますから。お任せされるんだ。絵は絵とか得意じゃないから。ああ。監修はしますけど。あ、わかりました、ということでね、この11名の方、うん、今後またこういう企画やっていきますから、これ応募総数どんどん増やしていきましょうよ。私たちの企画なので情けないよ。びっくりしたよ。俺11人と思っちゃって。まあ嬉しいけどね、その11人来てくださった。まあ11人はすごい感謝だよ。ということでね、という感じになりましたので、うん、ぜひまた次回こういう機会があったらぜひどしどし応募ください。はい、そしてあさみんさん。おめでとうございます。珍しいって食べないの。ふわ、まあ後でいただきます。ということで、ホテル飯動画ショートバージョンでございました。沙織さん、眠る前の皆さんに一言お願いします。ありがとう。